思い出のガンプラキットレビュー集。マスターグレードモデル、RX178、ガンダムマーク2、バージョン 2.0。時は2005年5月、テレビアニメ、機動戦士ゼータガンダムを、放送20周年を契機に、新訳、ア、ニュー、トランスレーションと銘打って再構成した、劇場用映画3部作の第1部、星を継ぐ者が公開される。この劇場版展開を後期として、バンダイさんも、本作由来のモビルスーツを商品化して市場に投入。当時のモデラーも新作カットの演出を脳に刻みつけ、ガンプラの作例に反映させたという。劇場用映画3部作、機動戦士ゼータガンダム、ア、ニュー、トランスレーションとは、機動戦士ゼータガンダムの20周年を記念して公開された映画作品なんどすえ。2005年5月の第1部、星を継ぐ者の公開以降、第2部、恋人たち、第3部、星の鼓動は愛が公開され、当時を体験した子さんのガノタが、聖水のような涙を流したと言われるほどの名作なのでございます。そうだ、その通り。いわゆる、テレビシリーズを再編集した映画なのだけれどもね。20年も昔の作画のカットに、同じフレーム内で新規作画のカットを加えるという特殊な方法で編集され、その質感を近づけるエイジング処理が行われているのが特徴。これは、富の恩大賞の言によれば、完全に新作にしてしまうと、ゼータガンダムではなくなってしまうための処置とのことだったりした問題。ストーリー的には、ジオン公国と地球連邦が繰り広げた1年戦争から7年、ジャミトフ・ハイマン大将の提唱により、アースノイドを中心に選抜されたエリート部隊、ティターンズが設立され、本来の目的であるジオンの残党狩りのみならず、戦後政策に不満を抱く、スペースノイドをも粛清の対象とみなし、地球至上主義と、スペースノイドへの弾圧を推し進めた結果、同じく、地球連邦から勃発した、スペースノイド寄りの融合と武力衝突に至るという流れやね。これらの重苦しい要素に加え、主人公側である融合から攻撃を加えている上、融合に強奪された、ガンダムマーク2を取り戻すための一連の行為で、主人公の両親が交渉の具にされて立て続けに死亡するなど、殺伐さと悲劇と難解極まる展開によって、当時のアニメファンから、わけわかめと評されたストーリーを再構成し、ある意味、真逆とも思える、健やかな物語として再構成するための処置として、後に、切れる若者の先取りだと評された。実際、切れたナイフのようで救えようのなかった神指弾の性格を、やや、素直で温和な性格に修正し、テレビシリーズのラストのような、神指が精神崩壊を起こして終わる、いやあんな感じのバッドエンドを迎えるのではなく、ファユエリーとイチャコラし、その様子をアガマのブリッジクルーが茶化すという、よもすえな演出に変更されたのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。当然ながら、序盤の主役機はガンダムマーク2が担当。ティターンズの正当性をスペースノイドに示すため、自らの力の象徴とすべく開発された、伝説の白いモビルスーツ、RX78 の後継であるモビルスーツは、サイドセブンに住む少年、神指弾によって強奪され、皮肉にも、開発元であるティターンズに対する戦闘において戦果を上げ、融合躍進の原動力の一つになったのですよ、パナイメイ。ガンダムマーク2は、画期的な内部骨格、ムーバブルフレームを実装するも、同時期のモビルスーツと比較しても突出した性能ではないなど、マイナーチェンジの範疇を超える機体ではなかったものの、RX78 の改良型は伊達ではなく、パイロットとなった神指弾の高い適応能力もあって、ティターンズが繰り出すモビルスーツとも、なんやかんやで互角以上に渡り合い、まさに、今回の劇場版では気合の入った新規作画によって、多くのガノタをうならせたのでございやす。当然ながら活躍シーンも増えまして、特に、ガルバルディベータに回し蹴りを入れるシーンなどは、劇場内で感激の声が聞かれたことは語り草。新たに追加された演出や、2機存在したフライングアーマー、シールドーラのミサイルランチャーなど記憶すべきシーンが目白押し。劇場版の機動戦士ゼータガンダムでは、テレビシリーズとは異なり、この3部作で一応の完結を見せるため、終盤、ガンダムマーク2が半壊状態になる演出は修正され、エマシーン注意の遺体ともども、コロニーレーザーで焼かれて消滅しちまうのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2005年10月、マスターグレードモデルにおける、愛と希望と焼き直しの集大成、バージョン 2.0 シリーズの第1弾、ガンダムマーク2。バージョン 2.0 が発売される。パーフェクトグレードなどによる蓄積と、当時の最新フォーマットを実装したキットは、ガンダムマーク2の新たなスタンダードキットとして君臨したが、初回生産版のキットに対しては、微妙な立ち位置と捉えるモデラーも少なくなかったという。キットの値段は4000円。2005年10月に発売されたキットだよ。劇場用映画3部作、機動戦士ゼータガンダム、
トランスレーションの展開時期に開発された。全身すべてが最新フォーマットによる、完全な新規設計のガンダムマーク2。すなわち、マスターグレードにおける、バージョン 2.0 の最初のガンプラは、これまでの蓄積によるフィードバックはもとより、劇場版で見せたアクションシーンを再現するため、一部、パーフェクトグレードを超える関節稼働を実現し、新たなスタンダードキットとして完成したのでございます。メイキット、来たー。プロポーションは、若干動画長いような気がするけども、マッシブ、かつスタイリッシュなバランスが素敵、素敵すぎ。旧作のマスターグレードよりも目つきがきつめなのも好印象。パッと見で違和感を感じるのは、妙に厚みのあるシールドのマウント用パーツと、相変わらず細いシリンダーくらいだもんで。旧キットの100分の1ガンダムマーク2こそ思考との玉を、古参のガチ勢を自称する、オールドタイプよりも進化したはずの若い衆、すなわち、ニュータイプの方々には概ね好評だったのは間違いねえ。武器は、ビームライフル、ハイパーバズーカ、ビームサーベル、頭部バルカンポット、専用のシールドがついてるよん。ビームライフルはセンサーとフォアグリップが稼働し、サイドアーマーに装着可能。エネルギーパックは取り外し可能で、3個付属するうちの2個シールドの裏に装着可能。ハイパーバズーカはグリップが稼働し、腰部のバズーカラックに装着可能。カートリッジは取り外し可能で、2個付属するうちの片方をサイドアーマーに装着可能なんどすえ。頭部バルカンポットは、当然ながら頭部に装着。ビームサーベルは本体が2機付属し、バックパックに装着可能。クリアピンク成形のビーム波が2本ついているのも嬉しいねえ。専用のシールドはスライド伸縮が可能で、裏にエネルギーパックを2個装着可能だけれども、悲しいかな。ミサイルランチャーはついてないのよ。残念無念冷やそうめん。ハンドパーツは、可動指式のものを使用し、武器などにはピンを刺して保持する仕様なのだけど、保持に関してはいまいちの印象だと評する人もいた問題。このキットの売りとして、アーガマのカタパルトをイメージしたディスプレイベースがついているのが秀逸。この時期に、ディスプレイ用のベースがついているのは極めて貴重と言ってよく、搭乗用のクレーンとカタパルトが稼働し、同スケールの整備兵フィギュア2体とリード線を用いて、宇宙空間での整備シーンをも再現できるという優れもの。でもね、まあ、なんだ。人気のほどはともかく、中途半端な仕様と、割高感を感じるユーザーが少なからず存在したのは事実なのだよ皆の衆。そうだっけ？その他、一発勝負のガンダムデカールとマーキングシール、色分け用のホイールシール、同スケールのパイロットフィギュアが2体ついているのよおっかさん。ギミックとしては、コックピットハッチが開閉可能で内部も再現。バックパックもスラスターやノズルが器具で稼働し、マスターグレードのスーパーガンダムについている、G ディフェンサーをバックパックに装着可能。この記載が、箱裏に写真付きであることから、こりゃスーパーガンダムは出ねえと思ったものでございます。なんちゅうか本ちゅうか、当時としては、片手倒立ができる優秀なキットとして君臨していた。などと思ったりする今日この頃。いやね、うまいことやれば実際にできるのだけど、この情報が広くルフされたネタ元は、あるいは、全日本模型ホビーショーだったかもしれん、かもしれん。大神オービンもご賞覧あれ。このキットが開発された経緯としては、劇場版3部作の第1作。星の鼓動愛が2005年5月に公開されて大ヒットを記録し、その際、ガンダムマーク2のアクション性の高い活躍に、巷の注目が集まったことに起因するわけよな。グレート、素晴らしい、さすが富野監督、やってくれたぜ。ガンダムマーク2が、敵対するガルバルディベータに回し蹴りを放つシーンは、多くのファンが劇場でうめいたほどの名シーン。まあ、あれよね。劇場に見に行ったダチがそう言ってましたよ。俺は多忙で行けなかったもんで、10月に発売された DVD が初見なのだよコンチクショー。もちろん、ガクトさんが歌う主題歌 CD も買いましたですよ。中古でな。このシーンは、作画スタッフが、パーフェクトグレード版のガンダムマーク2を作画の資料に使っておりまして、そこから新しいモビルスーツアクションが誕生するパティーン。なるへそなるへそ。アニメ業界ネタでよくある、作画の資料としてプラモデルやフィギュアを使うやつやね。わかりますこのシーンに衝撃を受けたバンダイ開発スタッフによって、これまでにあった金型を有用してのバージョンアップではなく、マスターグレードでは初となる、完全な新規の金型によるガンダムマーク2。すなわち、ガンダムマーク2、バージョン 2.0 の開発が決定したのよ初見さん。当時の主流だった、機能的にアクションする全身に及ぶ ABS 製の内部フレーム構造、そのフレームに連動してスライドする装甲など、パーフェクトグレード、ストライクガンダムで培われたギミックを実装。前後に軸移動が可能な股関節により、アクション性が向上するなど、特に、大きな技術的な進化はないものの、全身すべてが最新フォーマット。それが、バージョン 2.0 を歌い文句に、劇中のイメージを膨らませて開発するという、当時のバンダイ開発スタッフのコンセプトに基づいて開発されたキットは、その存在意義を明確に提示したという意味において、
極めて完成度の高いガンプラだったりした問題。だが、しかーし、残念ながら、腰部の関節の稼働がいまいちだったのですよ。あいたたたー。ちなみに、5ヶ月後に発売されたティターンズ仕様のキットはこの部分が回収され、これ以降に発売された用語仕様のキットも、同様の処置がなされたのですよ。まあ素敵。ってな感じの経緯によって、初のバージョン 2.0 仕様のガンプラとして、初回生産時のキットは貴重だけども、関節の可動範囲を重視するなら、腰部の関節が修正された上、ディスプレイベースが付いてない分、500円も安いティターンズ仕様のキットや、ティターンズ仕様のキットの発売以降に、腰部が修正されたキットを買うべきなのだと言っとこう、丸。この点に関して補足すれば、腰部関節の可動がいまいちなのは、むしろ、自然な人体の動きを追求した結果というお説もあるのよね。何しろ、他の部位に関しては、当時としてはトップクラスの稼働を実現しているにもかかわらず、腰部だけイヤーンな感じなのは理屈に合わないもんで、これは、開発スタッフが意図したものではないかと疑う、察しの良いモデラーも存在したのは当然しかり。とはいえ、そんな察しの良いやからは嫌いだよとばかりに、腰部の稼働がいまいち、いやいやあんまし動かんし、ダメだわこれ、などという意見が少なくなかったのは語り草。なんやかんやで、後発のティターンズ仕様では腰部に修正が加えられ、これ以降に発売された用語仕様のキットでも修正された結果、この行為は好評をもって迎えられ、初回生産版にそんなおいたがあったことも知らぬまま、多くのモデラーが現在に至るって感じなんどすえ。とにもかくにも、機動戦士ゼータガンダムが放送されていたのが35年くらい前で、20周年くらいで誕生したのがこのキット。すでに、それから15年余りの月日が経過しちまったのだけれどもね、最近ではあんまし当時の、非ガンダム系のキットをバンダイさんが再生産してくれないので、中古市場で買おうとしたら、何これって値段になっておりますですよ。本当にね。ついこないだも、HGUC のジオが6000円くらいで中古屋に売っていて、去年再販されてたじゃん。誰が買うんだこんなもん。などと思っていたら、次の日に行ったらすでに売れてたのですよ。まあ怖い。個人的にはアッシマーやゲプランを作りたいのだけど、どこにも売ってないですな。この状況を俺が考察しまするに、一応、バンダイさんも再販はしたものの、非ガンダム系のガンプラの生産量が少ないため、ネットの予約分で、あらかた終了しちまったのにちげえねえ。こいつは、後でバカ高い転売や出品の物を買おうか悩むよりも、日頃から仕事に精を出し、ガンプラ売り場でレアキットが再販されたら、悩まずに購入するのがセオリーの時代に突入したと断言し合うそうし合う。少なくとも、非ガンダム系のガンプラは、再販された時点ですでにレアキットですからに、余裕のある子さんのモデラーは、才の河原のように、日々、ガンプラを積みまして、転売屋があぶく銭をつかまないよう、仲間内でトレードしたりしなかったりって感じだそうだよアホンダラ。とにもかくにも、マスターグレードモデルのガンダムマーク2、バージョン 2.0 は、最近でも、ヤマダ電機ほか、大手量販店のガンプラ売り場でバンスピ版を見かける印象。モデラーには、ディスプレイベースがない分、500円も安いティターンズ版が人気なんじゃないかいな。全塗装するなら一緒だし、本編でも塗り替えてたので、そっちの方が記憶正しい仕様だろうという意味ですな。仮に、中古屋とかで赤バンダイのマーク2を見つけたならば、腰部の関節が修正されてるかを、自分の目で確認するのは当然の行為なのでござんすよ。はい。おすすめ。